ボートレース若松第48回ボートレースオールスター、ファンに選ばれたドリーム戦士、まさに夢の対決がいよいよ始まります。12レース1号艇佐賀の峰竜太、2号艇福岡の西山貴弘、3号艇福岡の大山千尋、4号艇群馬の武須島誠、5号艇岡山の森谷美穂、6号艇大阪の松井茂です。さあ注目コースですが、まずインには1号艇の峰、強いから人気を集め、その人気を糧にまた強くなる、ファン投票5年連続1位峰の陰線です。そして2コースまで来ました6号艇松井、大会をリードし続ける王者がドリームに帰ってきました。2コースから3コースが2号艇西山、グランプリファイナリストの活躍と実力、ファンはしっかりと見ています。大躍進のドリーム2号艇、ここは3コースから。4コース3号艇の大山、3連連続のドリームです。そして5コースに4号艇のブス島、ナイターめっぽう強いブス島がスローの5コース発進です。そして6コースから行きます5号艇は森谷美穂、短期の6コースとなります。5対1のスタイルドリーム仙台12レースインコースから1番、6番、2番、3番、4番、5番です。スタートしました第12レース、スタートばらきました1号艇の峰、6号艇の松井、そして5号艇の森谷、好スタートとなりました。さあもつれていまして、アクシデント発生となってしまいました。5号艇にアクシデントです。バックスレッジ1号艇の峰が抜け出しています。スタートは前提正常でした。2番手は3号艇大山の内側に6号艇の松井が入っています。2マークは1号艇の峰がトップで回り、6号艇の松井の懐を刺して3号艇の大山が2番手、6号艇松井が3番手です。なお5号艇の森谷美穂が落水のため失格、5号艇は落水のため失格となりました。2周1マークの旋回です。1号艇峰が先頭で、2番手に3号艇の大山、6号艇の松井が3番手、その後ろに4号艇宇須島誠、2号艇の西山貴弘。やめてよかった。